石原が打ちました。レフトの前に落ちました。今日2打席連続ヒット。これで石原プロ通算で1000本安打達成ということになります。プロ野球史上291人目、あと2本として迎えた今日の試合、第1打席ホームラン、そして第2打席はレフト前ヒット。プロ初ヒットは2002年の10月5日、そこから約16年、石原が通算1000安打達成です。野村さん、決めましたね。いや、決めましたね。本当におめでとうって言いたいですね。まあ、ヒットの数っていうのはね、本人はさほど気にはしてないと思う。とはいえ1000本っていうのはね、一つの節目ですから、やっぱりキャッチャーとしてね。